皆さんこんにちは、望月志門です。今日のこの動画ではダイエット減量初期に知っておけばよかったっていう3つのことについて皆さんにシェアできたらなと思います。よろしくお願いします。1つ目です。食事調整をしすぎない。で、多分これが一番勘違いしやすいところだと思うんですけど、初期に食事の調整をしすぎると、もちろん体重は落ちてってみんなすごいいい感じでダイエット進んでいくとは思うんですけど、そこで必ず停滞します。で、そこでさらにまた体重を落とす、体脂肪を落とす、プロセスどんどん歩んでいくためにはまた食事調整をしなくちゃいけないっていうので、どんどん食事の量だけを、減らしていくっていう減量になってしまいます。で、まあ正しい方法としてはしっかり食事をとって無駄な脂質を省いて、で、ある程度の炭水化物量の調節で、減量ダイエットっていうのを進めていくべきです。で、トレーニングの前後の食事ってものすごく大切で、で、そこをおろそかにしてしまうと筋肉量が落ちて代謝が、落ちてしまう。ダイエット減量の効率っていうのは悪くなってしまいます。なのでしっかりと、トレーニングの前にご飯を食べて、で、運動のクオリティも落とさずにトレーニングをいつも通りハイクオリティでして、トレーニング後の食事もしっかりタンパク質、炭水化物を取ってっていうのは崩してはダメです。それを行うことである程度の筋肉量を保ったまんま脂肪だけを減らすっていう理想的なダイエット減量をすることができます。二つ目です。トレーニングに大きな変化はつけません。まあこれもいろんな考え方があっていいと思うんですけど、まあ、僕がやってる方法は増量の時も減量の時も、まあ、ダイエットをする時もトレーニングの強度っていうのは落とさないです。多分まあ他の方とかで聞いたことがあるのは、減量だから20レップとか30レップトレーニングをする回数を増やすとか、時間をいつもよりちょっと長くするっていうような考え方っていうのがあると思います。でも自分はそういうのはしなくて、トレーニングはいつも通り、ハイクオリティで強度も高いまんまを保ちます。考え方の違いだと思うんですけど、トレーニングっていうのはあくまで自分の筋肉量、筋量を増やす時間です。なのでその中で脂肪をなんか燃やそうとか脂肪を落とす、体重を減らそうっていうようなことはしないです。どっちかっていうとそのトレーニングから遠い時間の食事を調節するっていうことが大切になってきます。で、例えば自分の場合、ライフスタイル的に朝トレーニングすることが多いんですけど、朝ごはん食べてトレーニングに行く、トレーニング終わってがっつり昼ごはんを食べたら夜の食事量、炭水化物を少し減らしたりとかっていうトレーニングから遠い時間の食事の量を調節するっていうのが正しい減量ダイエットっていうのにつながってきます。なのでまあこのトレーニング自体に大きな変化をつけない、そのトレーニングのクオリティを保つっていうことが筋肉量を保つっていうことにつながってくるので、ぜひ参考にしてみてください。最後です。3つ目です。有酸素運動に頼らない。これも多分多くの方が勘違いしていて、減量ダイエットイコール有酸素運動、実際そういうのようなイメージ、まあ、ボクサーとかの方がいるっていうのもあって、僕もあります。でも、もちろん有酸素運動はカロリーは消費できるんですけど、代謝が下がってしまうっていうのは事実です。で、もう一つ事実として、マラソンランナーと、フィットネス選手の、減量して体つきっていうのは全然違うと思います。筋肉のある程度のその張りを保って、そのサイズを保ってかっこいい体をキープしながら体重を落としていくっていうのを実現させるためには、有酸素運動しすぎるっていうのは良くないです。でも、最終手段として本当に体脂肪率が1桁とかで、残りのほんとちょっとの脂肪を落とすっていうところでダイエット減量を進めていく過程では、有酸素運動、ヒートとかそのような運動が必要にはなるんですけど、一応最終手段として使うっていうのが正しいです。初めから有酸素に頼ってしまうと、筋肉量を失ってしまうので気をつけてください。で、ちょっと最後に体重の変動についてお話しします。まあ特に女性、体重のその1日1日のその変動で一喜一憂してしまうっていう方がいらっしゃると思うんですけど、水分量の違いとかっていうのも実際あります。で、ここで僕がおすすめする体重の見方っていうのをお伝えします。毎日朝起きて、体重を測っていくと思うんですけど、1週間ごとで見ていただいて、例えば月曜から日曜まで全部測って一番低かった体重の数値に丸をしていただいて、そことその次の週一番低かった体重の数値に丸で、こことここ1週間の一番少なかった体重それぞれを比較することで、水分量とかっていう誤差がなくなるので、正しい、体重の変動っていうのを、比較することができます。で、そこで、自分の体重が落ちているのか、キープできているのかっていうのを見ていただいて、食事量っていうのを調節するっていうのが減量の成功、減量成功への近道だと思ってます。で、今僕自身も減量していて、体重が2キロぐらい落ちたっていう、現状です。で、ここからどんどん自分の体重を落としていきながら、アップデートとかをしていくので、これからも動画チェックしてくださったらと思います。以上、ダイエット減量初期に知っておくべき3つのことについて皆さんに、紹介しました。この動画少しでも役に立ったら、like、高評価の方、お願いいたします。
チャンネル登録がまだの方もチャンネル登録の方もお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。